どうも、イットクルゼ TC のお時間です。ですね、本日はですね、あれなんですよ。本当はっていうか、普通に劇団会議を、劇団会議してましたよね。会議終わりました。はい、劇団会議をして今後の方針を決めました。はい、食事も済ませ、はい、みんな何をしているかというと、これ何ですかね。ミニ四駆でございます。はい、イットクルゼミニ四駆部ですね、はい、結成いたしました。ですね、はい、今からコースの全貌を見せたいと思いますね。入りきるかな。じゃじゃんじゃん。はい、こうなっております。これすごいですね。本来買ったら多分数万ですね、6万ぐらいするコースなのかな、はい、これを、1000円ちょっとで作りました。彼が作りました。はい、劇団ならではですね。一応 TC なんで自己紹介しておきましょうか。はい、ということで、はい、いつも一生懸命キャラマリ会の厚志でございます。はい、ありがとうございます。そして奥で傍観している、はい、やりたくないしやらない鈴木梅子でございます。新しくなったね。新しくなったな。あれ、何をやらないのかわからないけど、コースを作っていけたのよ。コースを作りました。見た目は高青年、中身は変態、池田です。はい、どうも。はい、よろしくお願いします。私の後ろにはいつも撮影舞台の一毛ちゃんです。楽しそうですね。いつもそこに一毛ちゃん。はい、いつもいる。ということでね、あ、ちょっとね、これ僕が作ってるミニオブなんですけど、はい、これドノーマルです。ドノーマルですね。何にも改造しないです。これ何ですか。ライジングエッジと呼ばれているライジングエッジ、はい、ものなんですけども、ドノーマルなんで特に何も改造しないんですよ。売ってるものをそのまま組み立ったって感じなので、まあまあ見てもらいたいんですけども、それではね、ちょっと走らせたいと思います。行け、ライジングエッジ。遅いんですよ、ノーマルなんで。でもまあまあこんな感じで止まっちゃいました。止まりましたね。ダメだ。これコースにもちょっと問題があるんですけど、まあちょっと、まあ、手作り感満載ですからね。正規のコースのカーブよりもちょっと急すぎるというところがあるのかな。ちょっとね、みんなで走らせすぎてね、へばってるはいるんですよね。そうですね、姿勢がね、あんまり良くないですよね。うん、いいですね。もう梅子さんは興味なくて漫画読み始めちゃいましたね。そうですね。面白いね、東京くん。あー、よかったよかった。最新刊でございますね。こんな感じでね、まあ、走らせていますが、いやー、そして茅野さんのライジングエッジ、白いボディに青いラインっていうね、アスラーダみたいだね。アスラーダって言うたらあかんやろ。あサイバーフォーミュラみたいだね。アスラーダ言うたらあかんやろ。まさしのやつを、アバンテです。アバンテ、あー有名だね。アバンテかなっていう、ミニ四駆、まあうちらの世代だとアバンテになるよね。そうね。でもこれは最新のアバンテ、超アバンテ X っていう、 X ってなんだよって感じなんですけど、を、ちょっと少しカナさんのノーマルよりもいじって、そうだね、いろいろとね、モーターとかをちょっと変えてみました。おお、じゃあちょっと走らせてみましょうね。走らせてみましょうかな。音がね、音がさ全然違うね。すごいね。はい、スピード重視のやつなんで問題はコースアウトをしないかっていうことですね。行ってみましょう。行きましょう。これでもスピード重視です。スピード重視なのか。ダメですね。ちょっとこのコースはですね、台形タイヤと呼ばれる大きめのタイヤのマシンには不利なんですね。はい、はい、あ、もう一個だけ置いてみます。あ、そうだ、これもアバンテなんですけど。アバンテ、それは何アバンテ。これはアバンテマーク3っていうアバンテばっかりですが、うん、アバンテ、もうガンダムの使い手みたいだね。こっちの方がちょっとさっきのモーターは弱いんですけど、タイヤも曲がりやすいやつにしてるんで、いけるんじゃないかと。おう、で、いきます。いきなり高さ出せるっていうのどうかって感じです。おお、さっきよりもスムーズスムーズ。はいはいはい。まあ、止まっちゃいましたね。どうしてもそこの内側のところがあれですね。そうですね。インコースがなかなか苦手かな。あ、いけないね。インコース苦手だね。ダメですね、もうダメなんですね。そう、デッチが良くなってきたんですね。なるほど、なるほど。お、そして、ド本命、ド本命、あ、私のマシンですね。はい、私のマシン、こちらになります。はい、じゃじゃん。自己紹介してないよ。あ、自己紹介してない、ね、あ、そうだね、TC ですね、うん、私撮影しているのがチームイットクルーズ最大の敵、変態ロマンチスト菊池ですね。はい、はい、その菊池の
変態マシン。変態マシン。失礼な。言うた。こちら、じゃじゃん。今、結構再放送して有名になってるのかな。爆走兄弟、レッツ&ゴーの、セーバ・レツ君の3代目のマシンですね。ハリケーンソニックという。はい。一番私が好きな形ですね。しかもこのハリケーンソニックは、最近発売されたあのプレミアムバージョンの AR シャーシになっているものですね。はい、電池やモーター、ギアを下から交換できるという。語るね。はい。いいマシンなんですね。まあ走らすね。そうですね。まあ多少内部はいじってあるんで外見的には何も問題ないんですけど、はい、走らせてみたいと思いますね。こいつ早いんだよな。はい、私のハリケーンソニックはコーナーリング重視にしておりますので、このコースに最適なほど息をつけるんだよな、はい、めちゃめちゃ速いですね。コーナーに強いですね。まさにソニックの代名詞と呼ばれるコーナーリング重視でございます。もう難なくみんなが無理なコースを走っていきますね。とても気持ちがいいです見ていてとても気持ちがいいですね。原田さん、はい、原田さんどうですか、この一緒に走らせてみますか。私のソニックと、もうだいぶ走らせてるんで電池もないはずなんですけどね。逃げろライジングエンジン。逃げろライジングエンジン。追いつきますね。はい、追いつきました。あ、もう倒した。あー、玉突き事故です。今から正面衝突します。大事故。梅子どう。梅子楽しそうで何よりだよ。いちげちゃんどう。いちげちゃん、あー、玉突き事故。あ、俺のソニックが大変なことになってるやないかい。はい、こんな感じで、イットクルでメンツ3人組が大はしゃぎでございますね。しかもこれ池田作ったんだろ。池田くんが作りました。作りました。はい、このコースを。もうすでにボロボロです。はい、私が最近ミニ四駆にはまりだしてね、なんか面白い面白いって言ってたら、彼がいつも劇団で大道具を作ってくれているんですけど、その技術を再利用を再利用再利用最大活用してミニ四駆のコースを作ってくれましたね。いいですね、これびっくりしたよね、ある日突然ね。そうだね。明日ダチョンチ行っていいって来て、うん、いいよって言ったらうちにいてなんか黙々と作業してると思ったらこれ作ってたんだな。これ作ってた。これ材料費いくらとか聞いたらこれ1000円だね。1000円で、はい、立体コース作っちゃいましたね。意外と簡単に作れるっちゃ作れるっていうことが分かって、そうですね、分かっちゃったね。大人の力ってやつですか。これね、かなりすごいんですよ。ここ見てください。何度30度ぐらい。そうですね、後継者で、うん、後継者のバンクで、こう大きいコーナリングの後にここの S 字、ここ隠れてるんですけどね、これ S 字カーブになっておりますね。このようにいろいろで、この交差する立体コース、はい、まあ、見栄えも良くないですけどね。見栄えはもう、まあ、もうテープ継ぎはぎだらけですけれども、しっかりとマシンは走りますね。いいですね。もう一度マシン走らせてみましょうかね。自分が走らせてないけど。もちろんでございますよ。走らせないですよ。息が早いからってよ。レディーゴー。こいつも早いんだよな。私のハリケーンソニック。このコースを難なく走る。ああ。速すぎてもダメなんですよ、ミニ四駆は。いや、いいですね。私のマシンだけが走れるコースという。そう。はい。作った張本人のマシンです。あ、お、調子いい。早い。早いこいつ。これ電池を交換したんですよ。やっぱ電池は重要だ。電池重要だな。あ、お、早い。やべ、負ける。やばい。やっちゃう。もうちょっとだったのに。危なかった。あ、やべ。あー。うわー、くそ。うわー。負けた。俺のトリックが。負けた。
もダメなのね。今走らすぎてコースがだんだん、ね、そうコースがちょっとへばってきたんで、ちょっとコースもう一回補強し直そうかね。梅子どうですか？楽しそうで何より、ね、よかったよかった梅子さんも一緒にミニ四駆やりません？やりたくないしやらない。あのくまモンとかパンダが乗ってる、意味わかんないんだよ。パンダとか乗ってるやつがあるんだけど、うん、乗っけて邪魔なんだろ。乗っけたら、まあ、空力としては邪魔だよね。梅子さんはあれですか、速さはやっぱ求めてるんですか？やっぱそうなるとレーシングフルカウルマシーンとかの方がいいのかな。なんだかんだで梅子は速さを求めてるってことだよね。なるほど。ああすごいや。ここまで。いちげちゃんどうですか？俺はいいから。いちげちゃんも撮ってますね。はい。いちげちゃん。もともと分かれてるパーツなのに、なんで合体して大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。補強材入れてるだけだ。はい。コーナリングを補強しないと、ミニ四駆って結構スピードが出るんですよね。まあ、時速。何キロだっけ？さっき、さっきの。池田くんのが最高速出て34キロ近くハイパーダッシュモーターか何かを使った時に、でも今モーターはちょっと弱いやつにしてるんで、あ、でもこれも20キロ20キロ、ね、そうですね、私のも22キロ最高速出ますね。僕はノーマルなんで19とかでしたね、はい、うん、なんで結構なスピードが出るんですね、この小型のマシンで。残念ながら、ね、そんなマシンがあのコーナーリングにガンガンぶつかるんです。そのスピードでガンガンガン激突するとですね、結構消耗するんですね、コーナーが。いつもね、綺麗だね。あ、これはいい勝負。あ、座標がちょっと緩みましたね。そう、ソニック、頑張れ。あ、暴れたね。ここはちょっとあれだね。やっぱここそこ危険だね。下り坂の下ってきてからのここ、ね、ここだね、うん、ここだね。じゃあ逆はどうだかっていう話になるけど、あー下剥がれちゃってるか。まあ大の大人が楽しいことやってますね。はい、この間これで5時間近く遊びました。2人っきりでこの PC 誰も見てねえで。そんなことはないよ。本当？はい。結構好評ですよ。誰に好評なの？誰に好評なの？やっぱこれで逆の方がいいんじゃね？逆で言ってみる？逆、うん、逆で？登って降りて。あ、ダメだ。まあここを直角行ってたからね、前のやつは。俺のおせぇー、登らねえや、もう。いや、いいスピードだね。おぉ、これは、あ、池田の方が速いのか。下りがね、よし、あ、だめだ、あ、止まってやがった。いけ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 、あー、養生テープに引っかかった。養生テープが、養生テープが長い、一番長い下りがね、コンサートしてしまった。大クラスです。今のところは、速いのは、座長ですね。いやー、私のハリケーンソニック優秀ですね。天才ソニック、速いなー。でしょ？こいつ速いなー。モーターと電池が消耗しても全然走りますね。腹立つな、こいつ。あー、綺麗に走るよ、なんかね。もう電池が多分消耗してきたから、コーナーが多分スピードが、もうスピード出過ぎないようになってる、ね、そうそうそう。ここ押さえてるんだけどさ、衝撃すごいんだけど、そりゃ穴開くわ。いやー、このここスワーっていくとこいいよね、ここ。あー、これかっこいいね。すごい滑らかに、いやー気持ちいいですね。こんだけ素直に走ってくれると愛着が半端なく湧きますね。いや、いいですね。よかったね。ハリケーンソニックです。
ソニックシリーズは、ですね、一番最初の1機目がソニックセイバーですね。何回出すんね。2機目が、ヴァンガードソニックですね。うん、で、これが3機目の、ハリケーンソニックですね。フルカウルマシーンと呼ばれているソニックシリーズの3代目ですね。全車体が翼の役割を果たしていて、シャーシ一体型と呼ばれているエアロを突き詰めたマシンですね。本来ここの、前部分にあるウィングがアニメーションだとあの可変ウィングになっていて、コーナーリングの時により空気を取り込んでダウンフォースを生かしコーナーを回るというそういうマシンらしいんですけどね、本来のミニ四駆は動きません残念です。4代目が、バスターソニックと呼ばれている、うん、さらにこの前輪部分が、可動式になっていて、あの浮き上がったり沈んだりすることによってよりダウンフォースを強くしてコーナリングを強く回れるっていう。ダウンフォース好きだね。ダウンフォースね。そうですね、あのレーシングマシーンみたいで好きなんですよ、あのセイバーシリーズ、エアロを突き詰めてるっていう感じで。でもあれだよね、あのアバンテも、うん、まあずっと前から出てて主流の人気のマシーンです。大体みんなが使っているのはアバンテシリーズが多いとは思いますけれども、アバンテも最近出てエアロシリーズ出てるからね。逆行しててなんでやねん、こいつダメなの。かやのさんの持っているこのアスラーダですね。アスラーダライジングエッジライジングエッジですね、はい。みんな自分のマシーンを走らせるとだんだん愛着が湧いてくるんですね。これ違うんですよ、全然形も顔も形も全然違うんですよ。僕のはね、あのなんか某漫画家さんが描いたというね、このデザインをしたというやつですね、はい、なってるんですけども、近未来のレーシングカーみたいだよね、うん、見た目。そうですね、うん、まあ、そんな中黙々とね、池田君はコースの修繕を作り始めてますね。あのコースを作った張本人のマシンがなかなか走らないということで悔しいんだろうね、はい、前回すごい煮詰めてきて今日走るようになってますね、じゃじゃん、日産 B 版。これはですね、ミニ四駆シリーズ見ての通り、特別限定モデルとして本来黄色なんですけどレッドバージョンとして売り出されたものですね、池田くんが欲しいと言っていたんですけれども、最近のミニ四駆ブームなのかもう限定バージョンだからなのか全然売ってなかったんですけど、そうですね、私の働いてる近くのホビー屋さんでたまたま1個だけ見つけて池田くんに買ってきたら大喜びしてました。ありがとうございますよかったね、本当。でもこのマシンですねとっても遅いんです。タイヤが普通のこれ台形タイヤって大きい、そうなんですね、その直径が大きいっていうのかな。そうですね、で小径タイヤっていうのがちょっと小径タイヤがこちらになりますね、はい、見比べてみると分かるんですけれども、はい、これぐらいこれこう、ああそうですね、これぐらい差がありますね、はい、はい、それよりさらに小さいっていうタイヤを実写サイズ、そうですね、イメージとしてはレーシングマシンじゃなくて普通の乗用車っていうイメージの車なんでタイヤが小さいんですよ。これを走らせてみたかったと。そうです、でもまだもらったばっかなんで組み立ててない。そうなんですね、これからですね、これからです、はい、ちょっとコースを仕様変更しました。おここの直角行ちょっとワンクッション入れて、ワンクッション入ってますね、ちょっと角度を見るとですね、こうなってますね、一旦滑らかになってますね。そこからグッと、はい、これにより多分、まあ、コーナーリングの突入がちょっと楽になるんじゃないのかというそういうことですね。試してみるとわからないんで、ね、早速池田調べてみます。はい、何アバンテ？アバンテマーク3。マーク3。アバンテです。シャトラッシュはいないです。ネロだけです。あ、うん。あ、うん、親父たちが親父ギャグをしながらミニ四駆を走らせる。ああいいね。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 お、これソニックよりも早いんじゃない？え？それは引き捨てならないな。かなりスムーズよ。マクみたいな大人たちが。
だからだんだんでもスピード落ちてきたりやってる。落ちるか。ああ。行け。よっしゃ。追いつくぞ。あ、これ。よっしゃ。早いんだねやっぱり。はい。コースアウト。いやー。ここでコースアウトする。あ、逆走してるからだ、さっきのと違って。反対にしますか。反対にしましょうか。あら、掴み損ねた。早すぎるお前。くねくねしてるコースはね、どっちに来るかたまに分かんなくなる。そうなんです。勝負しましょうかね。勝負しましょうかね。どういうふうに。レースだからね。勝負しますか。横一直線で一回。横一直線で一回。やっぱり。そうだね。これどっから動かしやすったらあれだ。こっちスタートにしようか。じゃあここを直線で降りてくるようにしようか。うん、多分これこう組むんじゃない。まあ、いや多分こっちスタートにすると、うん、ここ降りてくると思う。何を話してるかというと、この直線を下ってこようとしているわけですね。あ、横上りか。これこう上ってこう、こう行ってこう以外ね。そう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 。じゃあ並走させたら大丈夫か。そうそうそう。どっちに行く。こうだよ。こうい、こうい、こうだ、ね、こうだね。ここを降りるんだったらこうだよ。そうだね。こっちスタートにすればいいわね。下りスタートで行くのがいいわ。下りスタートで行くよ。じゃあ加藤さん、うん、スタート前に。レディーゴー。何周ず勝負なのかわからんけど。とりあえずいきなり始まりました。あいつダメだった。だからもう電池が、電池よりも、はい、ここで終わりましたね。残念です。残念でしたね。うん、ルールが分からねえけど、ケツについたところは座長のやつの方が早かったですね。まあ、大体は5周とか決まってて、うん、それによって、まあ、どれが早いかっていう。の競い合うんですけど、もう電池か、モーターが熱々です。モーター、走らせまくってるんで。あ、私のもモーター結構熱々ですね。あと何分。まああと8分ぐらいですかね。ですね、結構ミニ四駆のモーターってすぐ熱くなるんですね、走らせると。はい、シャーシが変形しちゃうこともあるんで。そんなにかね。じゃあ結構あるらしいよ、ネットでも言われてるし。シャーシの種類ってなんかと丈夫さが違うらしいんで。あとはモーター次第かな。もう梅子さんががっつり東京フールやってますね。うん、どうですか、梅子さんもミニ四駆やりませんか。ヒトクルゼ PC ですから、梅子さん。それこそね、ヒトクルゼ PC なんですか、これ。PC ですよ。ミニ四駆の PC だと思ってたんで。いやいや、ヒトクルゼ PC の中の、ミニ四駆ですよ、今回は。なんで、いずれ梅子さんにも作ってもらおうと思ってます。くまモンのミニ四駆を。まあ、ということでね、ある程度一走りさせて、TC も、TC というか、まあ、劇団会議が本今日の本命だったんでね。そうですね。はい。これ余興みたいなもんです。そうですね。はい。趣味です。まあ、いい大人の。ある程度決まりましたという感じでね。そうですね、はい、劇団の方針としては決まってるからね、はい、方針としてもね、行っとくれれば行っとくれぜとしていろいろとお客さんに楽しんでいただく舞台を作っていくというのは、まあ変えずに今後どうやっていくか、何をやっていくかっていうのを決めてるわけですけども、まあ一番近しいところですとね、10月末予定をしております行っとくれぜ無料公演をやろうと思っておりますので。そうですね、はい、はい、その時には別にミニ四駆は走らせませんけど、ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと演劇無料公演という形でね、はい、そうですね、はい、どなたが来ていただいても無料で、はい、無料でございます。見ていただける、予定としては10月の末頃に はい、板橋区内の施設を使って、まあ、稽古で使わさせていただいてる板橋区のところを使わさせていただいて、こんなのやってるよみたいな感じの、そうですね、やっていこうかなと。気軽に演劇を楽しんでもらおうという企画でございますね。舞台ってこんなんやでみたいな感じでね。はい。なのでちょっと気になるなと思った方はね、来ていただければ。梅子さん説明してますよ。はい。TC として。いや、かなり TC 側に戻ってきたけど。あ、本当？はい。あれ？
うん、ちゃんと会議してたよっていう。ちゃんと会議でこう TC を無料公演をしてるよって。無料公演しますよと10月末。あ、そうですね。来年も一応予定としては、はい、本公演という形で。そうですね。チームいっとくるぜ第何回公演という形でちゃんと本公演も打ちますので。はい。そうですね。あれ次の公演何回目？14回目公演ですね。ですね。はい。ああ、ちなみに、まあ、TC でいろいろと、うん、宣伝をさせていただきました遊戯屋プロデュース公演の崖っぷちの無事終了いたしました。はい。ご来場いただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。という形で、そう、俺主人公やったんだよ。はい、萱野さん主人公やったね。お疲れ様です。もう二度とやんね。そんなこと言わずに。先輩主人公どうでした？先輩主人公見ててドキドキしました。ドキドキだったって。いや、今回初めて外から自分たちの劇団の舞台っていうのを見たんです。そうだね、今回、池田くんは、声の出演という形で、うん、舞台中本番はね、お客さんとして見てたわけだからね。僕たちがスタッフで。そうだね。で、そのままちょっとそのまま一人見させていただいたんですけどね。いやー、心臓に悪いと思って。ドキドキした？舞台を見て心臓に悪いってどういうことって思って。自分の劇団をね、見るとね。大丈夫かな？大丈夫かな？保護者目線でね。そう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 。なかなかね、ですってよ。新鮮な、ね、感じでしたね。萱野さんどうですか？いやーね、あいつうざかったよ。いつも私がダメ出しすると彼は座長が何言ってるのかわからないって言うんですけれども、ね、今回主役の萱野さんにダメ出ししてると横で池田が座長の言ってることわかるわって。わかるんだよって。いやー不思議だよ。自分のことはわからないけど、人のことはよくわからない。まあね、まあいろいろとね、やっていこうという話になってね、何やりたいという話で、ポロッと出しちゃったんだよね、主人公やってみたいってね。まあ、こんなに辛いとは思わなかったよ。梅子は分かっていたんだよ。うん。主人公やっても何もいいことなんてないんだよ。じゃあ、もう、言える、萱野が憧れてる主人公で、結局、ヒーローものなのよね。いわゆる仮面ライダーだったりとか戦隊ものの俺の憧れた世代なのよ。熱血シャキーンみたいな、そういうのをやりたいのかい？そういうのを考えたら、よくよく考えたらさ、一徳ラゼの主人公って違うんだよね。一徳ラゼのっていうか大概の主人公違うぜ。あ、そうなの？そうですよ。それあれですから、ヒーローものだけですから。シャキーンってなるのは何かを間違えたんだね。そうなんだね。他のみんなは気づいてたんだよね。うん、なんで主人公やりたいって言ってんのかよく分かんなかったもん、ね。泣きそうになるやりながら。何も楽しいことない。芝居でも泣く芝居だったのにね。本心的にも泣きそうだったわけだね。辛かった。辛かったんだけど、良かったというお声もいただいたから。そうだね。うん。やる。この演技が良かったですよという、まあ終わってから言えることなんだけど、良かったというお声もいただいたから、まだ僕はここで役者として立っていれるわけなんですけども。立ってよ。うん、次回も頑張って。あ、俺次回もなんだ。そうだな。ということで、まあ、次回はイットコルゼらしいものをね、無料公演という形で、まあ、で、らしいものって何って聞かれると私困るんだよね、毎回。らしいってなんだろうね。ハッピーエンドですよ。ハッピーエンド、まあ、ハッピーエンドはいつもハッピーエンド。いつもそれはハッピーエンドは、ハッピーエンドを崩したら一応来るぜじゃないからね。あ、残り1分です。あ、ほんと。ということでね、まあ、本日は劇団会議という形で、はい、まあ、劇団会議をさせていただいて、まあ、こうやって遊びながらもちゃんと劇団会議をやっております。はい、ミニ四駆やってますよ。だからってか、終わったから遊んでいいよっていう話です。そうだね。最初からミニ四駆やろうとか言ってたら梅子にすごい怒られたんで、はい、怒られました。会議やるよって、はい、俺はミニ四駆やろうなんて言ってないよ、ね、そうだね、やろうとは言ってないね。コースあるよ、うん、ミニ四駆持ってくるっていうだけです。そしたら梅子がずっと会議だよ、会議やるよって。まあ、そんな感じでちゃんと会議はやりました。はい、2015年のイットクルゼ、そして2016年の本公演に向けていろいろやっておりますので、まあ次回は10月末の、イットクルゼ無料公演、ぜひとも来ていただければと思ってます。ではイットクルゼでした。
さよなら。